休みましょう。ここに行くのね。さあ行きましょう。ここが傾斜の言っていた場所ね。この奥にモンスターがいるのかしら。それにしても兵士が動けないって何が起きてるのかしら。どこからでもかかってきなさい。よっと、たわいもないわね。どう？これが私。遅いんだから。はぁ、あ、自分の無力さ思い知りなさい。まあこんなものね。終わらせましょう。このターンで決めるわ。後悔しても遅いんだから。はぁ、あ、自分の無力さ思い知りなさい。わら遅い。そこね、弱い。どう？これが私。確かこの辺に来たはずなんだけど。にゃー、ここにいたのね。傾斜、探したわよ。あなたは？組織といえばあなたならわかるんじゃない？そんな、あの組織はもう壊滅したはずじゃ。壊滅なんてしていないわ。生き残りが集い新たに結成したのよ。任務よ傾斜、この者を抹殺しなさい。私はもう組織とは関係ないです。その任務を受ける義理はありません。そんなこと言っていいの？今の生活よっぽど捨てたいようね。この町の人たちは関係ありません。だったらあなたが取るべき選択肢は一つしかないんじゃないの？わかりました。ですが受けるのは今回だけです。ええ、それで構わないわ。ターゲットはこの女よ。確実に殺しなさい。これは今の生活を壊されたくなければ成功させることね。いい報告を待ってるわ。どうして、どうしてそんな、ノワールさんがターゲット。やっぱりノワールさんが神だからなの。できない、できるはずない。でもそうしないと私はどうすればいいの？もしかしたら傾斜無理に出てきちゃったから怒ってるのかな。帰ったらちゃんと謝らないとね。さあ早く倒して帰りましょう。
しかして誰かが襲われてる？早く助けに行かないと。なんなのよあれ。この間戦ったモンスターといい、この短期間で見たこともないモンスターが2体もだなんて。くそ、こんなに強いとは聞いていないぞ。ラステーションの兵士たちじゃない。またモンスターに襲われてるの？おい君、ここは危険だから離れて。お前は指名手配犯の女？しまった、この人たち、あの時私を追ってきた兵士じゃない。てか、なんであんたたちはまたピンチに陥ってるのよ。お前を捜索していたからに決まってるだろうが、この疫病神。何よ疫病神って、女神に対して疫病神だなんて失礼じゃない。女神だろうが疫病神だろうが、お前が秘密結社の構成員なのは変わらん。今度こそお前を。お助け。もうなんでこうもあんたたちは世話が焼けるのよ。ほら、こいつの相手は私がするから、今のうちに傷ついた人たちを連れて逃げなさい。だが我らは使命のためにもここで引くわけにはいかん。そしてお前を。仕事熱心なのは嬉しいけど、これはこれで困りものね。いいから引きなさい。ここで倒れたら使命も何もないでしょ。仕方あるまい、ここは引かせてもらう。これで終わりだと思うなよ。すまない。さて、これで心置きなく戦えるわね。あなたが何者か知らないけど、ラステーションに危害を出すのであれば撃たせてもらうわ。カッコつけたのはいいけど、このままじゃまずいわ。今のは狙撃？しかも効いてるけど、一体どこから？いいえ、そんなことより、このチャンスを逃すわけにはいかないわ。まず行動、人生の基本ルールね。アクセス。変身完了よ。死ね。行くわよ、直撃コース。もらった。見て学ぶといいわ。洗練された戦い方というものを可憐に決めるわ。可憐に決めるわ。やっ。ラステーションの女神の力、思い知ったかしら。なんとか倒せたわ。けど今回はさすがに危なかったわね。それにしても、あの狙撃は誰だったのかしら。ユニだったらすぐに出てくるわよね。目標の掃討完了、これより帰還する。はあ、やっと戻ってこられた。あ、また傷増えちゃったな。傾斜になんて言い訳しよう。ノワールさん、帰りが遅いから心配してたんですよ。ってボロボロじゃないですか。ごめんなさい、ちょっと手こずっちゃって。でもちゃんとモンスターは倒してきたから。本当ですか、すごいじゃないですか。一
たでしょ。任せておきなさいって。ちょっと危なかったけど。お嬢ちゃん、本当にあれを倒したのか。すげえな、おい。まあこれくらいは当然よ。あと背中叩かないで。ありがとうね。これで安心して外に出られるわ。だから背中は。人は見た目によらないって本当なんだな。すっごいよ本当。まあもうさっきから人の背中バシバシ叩きすぎ。こっちは怪我人なのよ。この町ではこうやって相手に感謝を伝えるんですよ。聞いたことないわよそんな風習。冗談です。けどノワールさんモテモテですね。払い事じゃないわよ。喜ばれるのは嬉しいんだけど、もっと優しくしなさい。何この足音。ノワールさん、あれ。あの女が潜伏しているのはこの辺りで間違いないのか。ああ、あの情報が確かなら。あれはラステーションの兵士たち。どうしてここに。ノワールさん、隠れてください。ここは私が何とかしますから。何とかする。傾斜、もしかして私のこと。ノワールさんはノワールさんです。何者だろうと関係ありません。傾斜、ノワールさん、ごめんなさい。またこれ。おい、ここに黒髪のよそ者の女が来なかったか。さーて、見かけたことないな。お前、なんか知ってるか。さあ、どうだったかな。その女は指名手配されている。隠すとためにならんぞ。知らないと言っているのですから、それでいいじゃありませんか。なんだ女、我々の邪魔をするつもりか。邪魔も何も、知らないものを知らないと言っているだけじゃありませんか。うるさい。この町にいることは確かなんだ。隠すと貴様も同罪で捕らえることになるぞ。本当に何も知りません。何度言えば分かってくれるんですか。その女を連れて行くぞ。多少叩けば何か喋るかもしれないからな。来い女、知ってることを全部話してもらうぞ。話してください。ケイサ、ちょっと、その子は関係ないでしょ。うるさい、黙っていろ。さあ行くぞ。抵抗するようなら痛い目を見てもらうぞ。いや、話して。おとなしくしろ。この本当に痛い目を見させて。その子を話しなさい。お前はやはりこの町にいたか。ノワールさん、なんで。私が目的なんでしょ。その子は関係ないわ。今すぐ話しなさい。お前がおとなしく捕まるというなら話してやっても構わんぞ。そのつもりで出てきたのよ。捕まえるならさっさと捕まえなさいよ。ふん、秘密結社のくせに生意気だな。いいだろう、言う通り捕まえてやろう。お前にもう用はない。どこへでも行け。どうして出てきたんですか。私なら大丈夫だったのに。あなたが傷つくところを見たくなかったのよ。だって私たちお友達でしょ。ほら、いつまで喋っている。早く行くぞ。ありがとう、ケイさん。かばってくれたことすごく嬉しかったわ。さようなら。それでは指名手配犯逮捕のご協力ありがとうございました。ねえ、あのお姉ちゃん、どうして捕まったの。悪い人なの。いや、悪い人なんかじゃないよ。彼女はね、女神様なんだ。女神様。女神様って何。ノワールさん。もう、どうして私たちがこんな目に遭うのよ。お姉ちゃん、ちゃんと逃げてるよね。捕まったりなんかしてないよね。気になるけど確認のしようもないし。あ、もう。通信、一体誰から。
い、もしもし。よかった、通じた。大丈夫だった、ユニちゃん。そっちこそ無事そうね。プラネテューヌには着きそう？うん、プラネテューヌにはもう少しで着きそうだよ。心配してくれてありがとう。別にあんたの心配なんて私がするわけないでしょ。かーん、そんな、私はユニちゃんが心配で心配で連絡したのに。心配されるほど私は弱くないわよ。まあその心配してくれたのは嬉しいけど。ユニちゃんが嬉しいって。いいから早く用件を言いなさいよ。本当に心配だからかけてきただけなの？そうだった。ユニちゃん、落ち着いて聞いてくれる？何よ、そのもったいつけた言い方。早く言いなさいよ。私の方で情報を集めようと思って無線とかを片っ端から捕まえてたんだけど、その中に気になる情報があって。気になる情報？私たちが女神化できない理由とかそういうやつ？それがノワールさんがラステーションの兵隊さんに捕まったって。どういうことよそれ。秘密結社の一員ってことにされちゃってるみたいで、指名手配までされてるみたいなの。私も信じられなくて、それでユニちゃんに連絡したんだ。そうだったの、感謝するわネプギア。ユニちゃん、まさか。もちろん、お姉ちゃんを助けに行くわ。一人じゃ危険だよ。相手は教会、ラステーション全体なんだよ。そうだ、私たちと合流してから一緒に。そんなの待ってられないわよ。多分だけど、こうなることを予想して私を逃がしてくれたに違いないわ。だからこそすぐにお姉ちゃんを助けに行かなきゃ。ユニちゃん、分かった、私も協力するよ。直接は力になれないけど、ノワールさんがどこにいるのかできる限り情報を集めてみるね。ありがとうネプギア、任せたわよ。ユニちゃんがありがとうって。お礼くらい言うわよ。普段私をどういう目で見てるのよあんたは。もう切るわよ。情報が集まったらまた連絡して。うん、任せて。あの時とはもう違う。みんながいなくても私一人で助けられる。襲撃するにも準備は必要よね。ネプギアから連絡が来るまでクエストでそれらしい道具を集めましょう。お姉ちゃんのことは絶対に私が助ける。待っててね。ここにもうどれくらいかしら。そういえばここに連れられてきてから何も食べてないわね。いくら私が秘密結社の構成員の疑惑をかけられているとしても、ご飯くらいは欲しいところよね。おい、聞いたか例の話。ん？何の話かしら。ああ、聞いた。ついにラステーションが他国へ攻め込む準備ができたって話だろ。おまけに使うのが例の新種モンスターだろ。大丈夫なのかね。新種のモンスター？あの森にいた変なモンスターのことかしら。別に大丈夫じゃなくてもいいんだろ。他国にモンスターを送りつけて暴れさせればそれで終わりなんだから。むしろあのモンスターを捕まえる方が大変だって。兵士にも町にも被害が出てるらしいからな。なるほど、それであの場に兵士たちがいたのね。退治しに来たわけじゃなかったってこと。まったく、どうなってるのよ。ラステーションが戦争だなんて、そんなことになったら町の人たちにどれだけの被害が。しかし新しい指導者様は血気盛んだね。ほんと、新しい指導者？一体誰のことかしら。あの人の名前なんて言ったっけ。俺物覚えが悪くてさ。遥か上とはいえ、自分の上司は上司なんだからちゃんと覚えとけよ。あの人の名前は、おい、どうした。これはまずい。だ
急に静かになったわね。何かあったのかしら。お姉ちゃん、あなたユニなの？どうしてこんなところに。よかった、無事みたいだね。捕まったって聞いて、いても立ってもいられなくて助けに来たの。ありがとうユニ、またあなたに助けられちゃったわね。気にしないで、こうなった時のための保険だったんでしょ。え？けどまさかこんなに早く助けに来てくれるなんて思わなかったわ。ネプギアがいろいろ手伝ってくれたの。ってそこんとこ詳しい話は後で。他の人に気づかれる前に早く離れないと。そうね、それに一刻も早く教会に向かわないといけないしね。え、どういうこと？詳しい説明は移動しながらするわ。とにかく今は手遅れになる前に急いでラステーションを目指しましょう。ラステーションは私の国なのよ。戦争なんて絶対にさせないわ。